どうも皆さんこんにちは、セザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はリクエストでカールズジュニアとハーディーズのハンバーガーを紹介したいと思います。これは2年ぐらい前からリクエストされたハンバーガーのお店ですね。それはこちらです。ハーディーズのオールナチュラルバーガーの紹介です。さっきも言ったようにハーディーズはアメリカのファーストフード店ですね。ハンバーガーのお店です。これは2年前からリクエストされたんですけど、2年前はニュージャージー州に住んでたので買えませんでしたね。ニュージャージーではカールズジュニアとかハーディーズはないんですね。ハンバーガーを紹介する前にカールズジュニアとハーディーズがどこにあるか見せたいと思います。これちょっとインターネットで見てるんですけど、ここの西海岸の方がカールズジュニアあるんですね。でアラスカとハワイもカールズジュニアがあります。でこちら辺真ん中の方ですね、真ん中の方と東海岸の方はハーディーズがあります。でどっちともあるのがオクラハマ州とワイオミング州ですね。で残念ながらニューヨークとかニュージャージーでニューイングランドにはどっちともありません。はい、ここニュージャージーですね。だから紹介ができませんでした。でも今はフロリダにいるので紹介することができます。それでは食べたいと思います。コンボをね買ってきました。全部で8ドル71セントです。日本円だと890円ぐらいですね。でこちらがフライドポテトですね。コールオブデューティー。見た目はマクドナルドと似ていますね。いただきます。サクサクしててしょっぱくて美味しいです。ちょうどいい塩がかかっていますね。マックのフライドポテトに少し似ています。でもこっちの方が好きですね。ケチャップをかけるとものすごく美味しくなりますね。それでは皆さんが待っていたハンバーガーを開けます。 Eat like you mean it オールナチュラルバーガー開けます。すごいですねこれ、うまそう。中にはハンバーグ、トマト、玉ねぎ、レタスが入っていますね。でパンもしっかりしていますね。オールナチュラルバーガーいただきます。うますぎる。味がしっかりしててボリューミーですね。パワフルな味ですね。グレートな味になっています。ファーストフード店で売っているハンバーガーみたいじゃないですね。なんかバーベキューで作られたハンバーガーな感じがしますね。でちなみに飲み物はスプライトです。見てください、これが L サイズですよ。超でかいですね。ビッグマックより大きいですねこれ。ネギもシャキシャキしてて美味しいです。すごいクオリティが高くてもう驚きなハンバーガーです。2年前に紹介したファイブガイズのハンバーガーと同じ美味しさですね。点数は100点満点です。最高の味で思ったより美味しかったです。最初は普通の味かなと思ったんですよ。普通に美味しいかなって思ったんですけど、もう普通の美味しさを越した感じですね。違うレベルのハンバーガー。皆さんももしアメリカに来たらカールズジュニア、それかハーディーズ試してみてください。オールナチュラルバーガーはハーディーズやカールズジュニアでも売ってるのでおすすめします。ハーディーズオールナチュラルバーガーの紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。